10月22日、町田市にある芹ヶ谷公園をメイン会場に、町田時代祭り2023が開催されました。これは武術のデモンストレーションなどを楽しみながら、町田の地に残る坂東武者や農兵隊などの歴史に思いを馳せるイベントです。もう十数回やってまいりまして、だいぶ秋のイベントとしては定着をしてまいりましたけども、今年は外国の方が多く見受けられるんで、認知をされてきてるのかなと、楽しいお祭りに発展していけばいいなというように思ってます。イベントは本格的な甲冑を身にまとった武士などが、町田の中心市街地を練り歩く時代行列から始まりました。その後、芹ヶ谷公園では、火縄銃の砲術や古武術、居合抜刀の演武が行われました。また、疾走する馬上から的を射る流鏑馬も披露され、矢が的中するたびに会場からは大きな拍手が送られていました。一の的、的中。やぶさめは面白かったです。馬が見れてよかったです。主人が移転をしてまして、いいお天気で無事終わってよかったと思います。楽しかったです。かっこよかったです。